なめてんだろ。さすがにそこはサボらんやろのレベルを超えてくんだから、お金を下ってるものにこの絶賛するやばいでしょ。なんで既読ついたまんまさ、返信が完了しましたって報告してたの？もう下に埋まってて。下に埋まっててもさ、未読数の通知はつくわけじゃん、はい、通知がゼロになったことを確認するべきでしょ、はい、普通にやばくない？はい。どういうこと？もう普通に全然気が晴れてなかったです。気が晴れてないって嘘じゃん。だってさ、返信業務やっててさ、通知ゼロにしたら報告するっていうフローなのにさ、通知がゼロになってないのに完了しましたって報告してるわけでしょ。おかしいでしょ。はい。そもそもさ、返信ちゃんとやっといてないでさ、守れないからさ、0時、10時、13時、17時、21時にさ、既読がゼロになってることを報告してっつってんのにさ、既読がゼロにならない状態で報告されたらもう無理でしょ。だいたいさ、10時に報告しろって言ってもさ、10時6分でしょ？ 13 時に報告しちゃって13時3分でしょ？なんで全部さ、3から10分ぐらい報告を遅らせてんの？そこが若干難しくて、返信返すじゃないですか。返信して、報告するっていう瞬間にも溜まってたりするんで、昨日は未読残ってますって言われたのは、すれ違いで残ってたやつです。なんか。ゼロにするタイミングをつかむのが正直難しい。10時までの報告は10時の1分前とかに報告すべきでしょ。はい。別にだから 3,4 分だったらまだ許せるよ、はい、お前でも30分ぐらい遅れる時もあるじゃん。それは確かに、そしてタイミングも間違えてます。なめんなよお前。12月ですか、なんか10時までの返信完了が10時半に来て、13時までが13時半に来てるよ。なめてんだろ。でもメール関連も多分そんな感じじゃないですか。その中ルールは違うんですか？メール関連はある程度その前後っていう感じだと思うんですね。メールはだってお前みたいにさ、勝手にサボったりしかしないから、さすがにそこはサボらんやろのレベルを超えてくんだから、お前はちょっとのサボりも許せなくなるよね。他の人はさ、さすがにそこまではサボんないでしょ、 LINE を超えてこないじゃん。はい。B ちゃん超えるんだから、マネジメントはきつくなるのしょうがないよね。平気で3日くらい放置するわけでしょ。で、クレーム発生させるわけじゃん。はい。しかも、お金受け取ってるものと受け取ってないものでも違うよね。お金受け取ってるものでこのずさんさはやばいでしょ。ちゃんとルールを守ってやってください。ルール通り動いてください。この動画を見てですね、もっと優秀な動画編集になりたいと思う方は概要欄から僕の公式 LINE に登録してみてください。稼げる動画編集と稼げない動画編集の違い、動画編集のマスコミの上方、動画編集のソフトの上方、最初の1円の稼ぎ方、月5万に出す方法、月20万に出す方法、月50万に出す方法、月半に出す方法、無料でプレゼントしています。これ無料なんですね。ぜひ登録してみてください。そのプレゼントを受け取った後も毎日毎日ね、動画編集に関する有益なメールが届くようになってます。ぜひ皆さん毎日チェックしてください。これを習慣にするだけでもですね、皆さんの人生は大きく好転していくと思うんで、ぜひチェックしてください。プラスですね、1000人以上の人が案件を獲得している青の案件獲得コンサルやってます。動画編集スキルを身につけたけど仕事が取れないとか、動画編集スキルはなんとなく無料情報に触れたけどがっちりしたスキルになってないとか、そういった方に向けたオンラインのサービスで登録から案件獲得できるようになってるんで、概要欄からチェックしてみてください。あとですね、全国6都市で展開している動画編集キャンプ、土日2日でね、動画編集スキルを身につける超短期のスパルタスクールです。全国の校舎に土日2日だけ来てくれれば、13時間いただければですね、月曜日から現場レベルの編集者になれるよっていうオフラインのサービスですね。3日坊主でサボっちゃう人とか、短期間で動画編集スキルを身につけた方はぜひ検討してみてください。概要欄にあるリンクから説明会の情報を受け取ってください。説明会に参加するといろんな豪華特典がもらえます。これです。ドドンと、これだけの特典がもらえるんで、ぜひ説明会に参加してみてください。ということで今回もありがとうございました。いいなと思ったらグッドボタン、悪いなと思ったらバッドボタン、よろしくお願いします。コメント欄でぜひアウトプットたくさんください。そんなわけで今回は以上です。ではまた。